J2 全部行ったって知らなかったぞ。全部行ったんだって。おすごい、うん、あの地獄の J2。 地獄の J2 だって、うん、契約社員の女の人がさ、この組織は腐ってますね、この組織は腐ってるからな村井さんなんとかしてくださいって。この時村井はもっとブーイングしてくれと心の中で訴えてた。一番これ後半でびっくりしたのがさ、うん、はい、一応一回さコロナ禍で J リーグ生産考えてたっていう、ね、そうなんですよ。村井さんのさ、はい、青春話が書かれた。そう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 、今なら完全にヤバい YouTuber だよ。そうですね、そういうこと。うらぎチャンネル、はい、スタートしました。うらぎチャンネルです。久しぶりのこちら、うらぎスタジオ。うらぎスタジオで1年ぶりか2年ぶりになります、はい、こちら今回なんですけども、こちら今出ています、異端のチェアマンは裏ギタサポーターこそ読むべき3つの理由ということで、今回あの異端のチェアマンの著者宇都宮哲司さんに来ていただきました。ありがとうございます。よろしくお願いします。今回来ていただいた理由としまして、ユージさんがこちらの本すごく実際に読まれてまして、めちゃめちゃ面白かった。めちゃくちゃ付箋が入ってますね、うん、いや面白かった本当に。どのあたりが一番面白かったポイント？そうそう、これもうずるいんだよ宇都宮さんも。後ろで書いてんだけどさ、はい、って誰もなんで書かなかったのかわからないっていう本でさ、そう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 、本当無人のゴールに、そうなんですよ、ゴッドゴールが来て、うん、そりゃそうだよね。だって村井チェアマンの8年間こんだけいろいろあってね、うん、はい、それ振り返る本が今までなかったっていうのがおかしいぐらいで、うん、もう約束された名著と言っても過言ではない内容ですよ本当に。その中でなんか一番印象的なエピソード、8年もやってたしさ、はい、うん、この裏木チャンネルの人なら本当になんか裏場関連の話がもう山ほどあるし、そう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 、全然知らないことばっかりで、うん、結構びっくりした。 G リーグこんなことになってたんだっていう、ま、なんか私が知る限り確かジャパニーズオンリーが、うん、あの横断幕事件が成り立てですよね、うん、成り立て、その話とかのもちろんあるし、はい、その2ステージ制でさ浦和レッサポに壮大なブーイング食らった話とかも当然書いてあるし、横断幕もたくさんありましたね。最後の後書きのところも、はい、宇都宮さんが村井さんの家に行くところで、はい、その浦和のエンブレムの下を通っていくんだよ。おー、最初から最後まで浦和尽くしで。そうなんですよ。あら本当にそうなんですよ、うん、でもっと言うと、ご存知の方多いと思うんですけど、村井さんはJリーグの、まあお仕事っていうか外部理事するまでは浦和サポで、ね、で、なんか4人くらいで年間シートを買ってたんですよずっと、はいはい、で、1992年のナビスコカップ、いわば開幕前のナビスコカップの、うん、最初の試合が浦和対ジェフだったんですけど、それ大宮でやったのかな、駒場か大宮ですよね。あ、駒場だと思うんだけど、駒場で最初に見た、もうゴール裏で見たって言うんですよね、うん、だから浦和サポライフも結構語ってくれてるんですよ。いや、それで、うん、なんだっけ、 ACL でイラン行ったって話はしてたんですよ、うんうんうん、写真もなんか出ます。そう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 、でも J2 全部行ったって知らなくてさ、全部行ったんだって。おすごい、うん、あの地獄の J2、 地獄の J2 だって、うん、あの時ってなんかどう考えてもいけない試合が 2,3 個があったんだよね。水曜日もありましたね。水曜日の、うん、どこだっけ、四国かなんかがあったんだ、なんか九州があったんだけど、なんか大変なのがありましたね、うん、いろいろ。これどうやって行くんだって、それも行ったんだと思って。いやだから、あの時ってしかもあれだっけ、2階層あたり、2階層あたりですね、でしょ、うん、で、だからトスと大分に2階行って、大分か、大分、うん、大分のはだからなんか平日のナイターかなんかで2日3日くらいかけねえとたどり着けねえっていうようなのが確か1個あったよな。で、あと厚別も2回行ってる。ああ、いやそれ全然知らなかった。しかもこの時村井さんってもうなんかこう人事部の結構偉い人だったんですよね。そんなにこう仕事サボれないはずなのに命かけてなんか全部行ったらしいですよ。いや、本当知らないことが多くて、うん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 、今言うのがよくて先言ってくれよっていうのがっ多かったですよね。あの最初にさ、はい、この本の一番かなり最初の本にさ、村井さんが J リーグのさ職員の一人一人会うシーンあるじゃないですか。ああのワンオンワンね、ワンオンワンで面談していく、はいはいはい、あれでいきなりさ、うん、なんだっけ、あの契約社員の女の人がさ、この組織は腐ってますね、この組織は腐ってるからな村井さんなんとかしてくださいっていうシーンがさいきなり最初の方にあってさそう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 、え、これ書いていいのと思ったしさ、一応言っとくと、これ J リーグのチェック入ってます。
入ってる、入ってるんですね、すごいですね、入ってこれ、入って、入ってこ、これいやそこはね、僕ちょっとあの J リーグ本当あのありがたいなと思ったのは、あのいや別にその表現について変えてくださいとかそういうことは一切なくて、もう全部ファクトチェック、ちょっと数字はここはちょっとこれ違いますとか、うん、年齢とかあと役職とかいうのはチェック入ったけれども、ここはちょっとカットでお願いしますとかいうのは一切なし。それもすごいな。いや俺最初にそれが出てきて、うん、あこの本は期待できるなと思いました。うんうんうん、だから俺通さずやったんだと思う。いや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 、出来になります。まあ内容的にね、これ結構じゃあ突っ込みましたね。 JD よく OK 出しましたね。これね、まだその村井さんのそのカラーっていうか、うん、要するにこう天日干しっていうのが J リーグに残ってたタイミングだから、うん、J リーグもそれ、候補はそういう対応でやってくれたと思うんで。だって前のチェアマンとかたまんないですよね、こんなの腐ったとか言われて引き継いだ瞬間、契約者が腐った組織を何とかしてくれって言われたって。いやでも J リーグこんなだったんだって全然知らないことも多かったですよね。結構金がなかった話とかってあれでしょ、ね、あんまり知らなかったんでしょ。あとこれが出てんですけど、組織図、あれね、組織図子会社が6つぐらいぶら下がってて、いやこれさ、うん、その J リーグエンタープライズなんてさ、うん、俺たちグッズ買えば必ずさ、そうそうそう、名前知ったけどさ、うん、まずこれがさまざまな子会社になってて、うん、こういういろんな会社をまずまとめるところから村井さんが始めたっつって、うんうん、で当然この会社だからさ、株はいろんなところが持ってて、はい、その株を全部買い取って、うん、まとめるってところに2年ぐらいかかったっつってさ、でこんな仕事やってたなんて知らないじゃないですか俺たち。そうだよね、うん、でこの株主がさ 4% J リーグエンタープライズ持ってたとこから株買い取るんだよ。その 4% 持ってたとこってどこだと思うかな。 4%、 うん、J リーグエンタープライズの株とかを持ってたところから全部一回買い集めるんだよ、うん、それなんか電通とかなんですか。いやこれが、はい、浦和レッズなんだよ。浦和レッズなんですか。だから最初のオリテンが持ってんの。そう、オリテンプラス10秒言わた。だからさ、うん、これ拡大するなんてそんな考えてなかったんですよね。そうこんな適当なのあるだって。そうだから最初の他のクラブにとったらなんだよって話じゃないですか。じゃあ最初はもうご紹介じゃないですけども、この12、3、4ぐらいで終わる予定だったんですね、うん、で歴代チェアマンは誰もこれに 手つけなかった。ここまで20年ぐらいじゃ放置だったと。放置、へえ。そういうのも全部村井さんまとめてたとかさ、うん、全然知らないよねこんなの、うん、ちゃんとしてたんですね。だからちゃんとした組織にしたんですよ、おこの8年間。なるほど、うん、あと気になるポイントあれば。いや、 やっぱあとあのブーイングの2ステージ制をさ、はい、ところでさ、なんか知らない人はさ、村井さんがさ2ステージ制を推し進めたみたいなさ、そうイメージもあったじゃない。まあ実際は違うんですよね。全然違うんだよ、うん、はい、でそれぐらいは、ね、それぐらいまではまだ知ってたけどさ、うん、はい、ここすごいよ。大丈夫ですか、読み上げて。どうぞ。はい、はい、あれどこだっけ、もっとブーイングしろと思いましたって言って、そうだ、そのなんだ、あ何戦だっけ、あとノエビアスタジアムの時に浦和サポーターからブーイングを受けた時に、その時がこの時村井はもっとブーイングしてくれと心の中で訴えてたって、2ステージ制反対だったから、うん、あなるほど、もっと浦和サポーターブーイングしてくれと思いながらチラッとした顔で絵とか渡してたとか書いてあってさ、おうおお、先言えよな、もっとブーイングしたよな。そうですね、言ってくれればね、とんでもないブーイングぶちかましたよな。あれ結構YouTube に残っててさ、うん、あの表彰式の動画、あの当時の動画がね、うん、まあすごい殺気だったブーイングだってあれは、うん、いやだってあの時だって一番反対してたの浦和さんっぽくない、ね、そう、うん、いやそうだったんだと思って。じゃあそういう当時じゃなかなか話せないような内容の裏側が書いてあると、うん、めちゃめちゃ面白かったな、その辺も書いてあるし、うん、じゃ あ、 あとさ、その、うん、一番これ後半でびっくりしたのがさ、うん、はい、一応一回さコロナ禍で J リーグ生産考えてたって、ね、そうなんですよ、へえ、生産だよ、生産っていうのは、うん、国鉄生産みたいな感じです。解散だよ、うん、解散するんですか。いや銀行のもうあの支配下に入る、おで一旦リーグ畳ん で、はい、でそれでもクラブはそれぞれ生き残っていけば、はい、また誰かが
新しいリーグ立ち上げてくれるだろうっていう、そこまで覚悟を決めてたんですよ。すごいですね。もうそんなに逆に切羽詰まったんですか。下手したら俺たちだけで関東リーグとかやってたんですよね。そうですね。リーグなくなって。へえ、そんなに逆に言うと、もうギリギリだったってことですか。そうね。まあ試合できてなかったですもんね。そこで書いたのはさ、その2ステージ接種した理由もさ、やっぱ10億冷えるって相当だったんだよね。いやだからさ、たかが10億じゃないですか。僕今の感覚で言うとダゾーマネーとかね、はい、昔は昔っていうのは2013年、つまり J リーグ20周年の時ってそこまで財政的に逼迫していて、うん、でもう目先の10億のためだったら多少のそのリーグ戦の理念とかそういうのをねじ曲げてもいいぐらいの追い詰められ方だった、うん、いやだからここまでだったんだと思うとみたいなね、うんうんうん、読んでて、うん、でそういうのってさ、あの誰も書かないし、うん、書いたとしてもネットでそういうのがたまたま出たとしてももうさーっと流れて忘れ去られちゃうじゃないですか、うん、だからこれちゃんと本にしなきゃいけないっていう、もう使命感でしたね、うんうん、いやそれはありがとうございますですよね、うん、めっちゃこれ読んだ方がいいよ。このなんか書いてあることを前提にしてないやつと、うん、もう J リーグの議論できないよね。だから J リーグ批判するにしても結構これ読むと、うん、これはこういう理由でこうなったんだなっていうのがこう、うん、だから今後これ読まないよって、ね、J リーグのこと偉そうに言えないよ本当に。あでもね、本当感謝しなきゃいけないのはまず村井さんがほぼ全ての質問にちゃんと答えてくれたことなんですよ、うん、おじゃあ NG がほぼなく、だから守秘義務っていうのが、はい、例えばダゾーンの契約の話とかね、はい、どうしてもそこは、先方との、守秘義務を結んである部分は語れないけども、守秘義務以外のところは、全部質問に答えてくれた。素晴らしい。でプラスさっき言ったように J リーグのチェックは露骨な介入というかカットとか一切なく、うん、むしろいやこういう形で残してくれてありがとうございましたって広報部長から言われたんで、おー、うん、それ僕すごく嬉しかったですね、うんうん、でただその守秘義務の話だとさ、この本で唯一残念だったのがさ、うん、宇都宮さんが鈴木財音の件に結構突っ込んだんだけどさ、はい、おーそう割と流されちゃいましたね。そこはだから書いた通り、うん、チェアマンがそのいわゆる審判部というか、うん、ジャッジメントにピッチ上のジャッジに関して、介入できないっていう、うん、まあそれは彼なりの、まあ、けじめのつけ方だなっていう僕は理解しました。確かにそういうの歯切れ悪かったんですよ。そこだけね、うん、そこだけ残念、うん、まあ宇都宮さんのせいじゃないんだけど、うん、そこだけは語るっていうんだ。それはもうね組織の、まあ問題っていうかな、うんうん、なんだけれどもそこだけですね、ちょっとこう本当に口が重かったのは、うん、あとあれですよ、最初にNHK の出演した時これでも分かってくれないかもしれないけど、うん、宇都宮さんのメールマガで、うん、結構みんな批判的にね、武藤さんとか切れ気味に言ってましたよね、うん、あのスタート最悪でしたもんね。どういうことなんですか、その NHK のっていうのは。だから NHK に出た時に、はい、2ステージ制について最後なんかこう彼は なぜ2ステージ制にしなきゃいけないかってこう説明しなきゃいけなかったんだけれども、はい、結構その時のゲストね、福西さんとかね、おうおう大隅さんとかいろんなまあ審判の人とかがいて、はい、でみんな反対反対反対で、うん、じゃあチェアマンどうですって言われた時に、はい、最後のなんか数10秒ぐらいでそれ言わなきゃいけないっていうんで、おうあたふたしてしまってすごくなんか見苦しい展開になってしまった。本当最悪のチェアマンが来たってみんな思ったんですよ。あんまり歯切れが悪く、でみんな知らないじゃん、その村井さんがどんな時なんて、まあ そうですね、その時は、はい、いやとんでもねえ、とんでもねえ失敗引いたぞ、おいこれどうするってみんな思った、うん、そこも結構素直に書いてたちょっと そろそろその次に行きたいんですけど、そんな中な、はい、異端なチェアマンなんですけども、今回浦和サポーター構想読むべき、いやもう今語ったまあまあまあ、まあ、その中でももう一度ないよ、もう理由あと何かあったっけ、理由その1、はい、ぜひまず理由その 1、 その1僕の方から言いますね。はい、はい、浦和サポに読んでほしいなと思う理由を、まずその1はですね、はい、浦和が罰せられた経緯が明らかになっています。罰せられたっていうのはジャパニーズオンリー事件もそうだし、はい、あとエントリー問題もそうですよね。で、もう一つ浦和にとってやっぱりその2015年16年の2ステージ制っていうのは非常に納得できないもので、はい、特に2016年なんて、はい、あれもう
18チームになって一番勝ち点を積み重ねたのに、そうですよ、だって今年の神戸より取ってんだもんね、勝ち点、はい、でも結局3位の鹿島が全て持って帰っちゃったそうですよ、はい、本当にっていうのはなんかこう結果としては皆さん若いサポーターもご存知だと思うんですけども、どういう理由でこうなったかっていうのが克明に再現した、自負がありますので、そこはちょっとそれを知った上でやっぱりでも J リーグの判断間違ってたよねって批判できるんだったらいいんですけども、そこはぜひ読んでいただきたいなと思います。そのあたりはじゃあ今まで表に出たこと以外のちょっと裏側みたいなところのこういうふうにこういう過程でこれが決定したみたいな、その決定過程が分かるってことですか。そうおやっぱりその浦和レッズは注目、一番注目されるクラブだし、はい、いわゆる世間一般からね、はい、でサポーターの数お客さんの数も多いっていうところで、 J リーグとしてはその浦和がいなくなると本当困るっていう、うん、まあ、そういう存在なわけですよ。だからこそ厳しい、特にジャパニーズオンリーの時はね、はい、うん、無観客試合って非常にそれまでになかったペナルティを課したわけだし、うん、そこの部分は本当村井憎しの人は多いと思うんですけれども、どういう事情でどういう理由でそうなったかっていうことはもう一回ちょっと読み返してみるとちょっと違った発見があるんじゃないかなと思います、うん、じゃあ2つ目、はい、お願いいたします。2つ目はですね、はい、今明かされるコロナ禍での G リーグ、さっき言っちゃったけど、さっき言っちゃったそこうまく編集してください、はい、結構、まあ、多分厳しいな、まずいな、だろうな、大変なんだろうなっていうのはなんとなく察してたと思うんですけども、ちょっとレベルが違ったなっていうのレベルが違ってた、うん、しかも何度もその日程変更になって、で結局4ヶ月空いてしまった。でその後のまた何て言うんだろうな、しかもみんなこの時 J リーグでもオフィスじゃなくてみんなリモートで全部日程決めたりとか、はいはい、ダゾーンと交渉したりとかやってたわけですよね。あと会見も、会見この年2020年だけで71回やってるんですよ。おお、うん、71回もやるってやっぱすごいわけで、うん、なぜそれだけ会見をすることにしたかっていうと、そこはやっぱこう村井さんのその天日干しっていう発想から来てるんですよね、うん、天日干しっていうのはこう全てそのネガティブな情報を明らかにするっていうこともあるんだけれども、魚と組織は天日干しにした方が気持ちよくなる、気持ちよくなる、うん、もう一つね、実は天日干しのこうなんていうかな、メリットっていうのがあって、情報をオープンにしたことでそれぞれの分野で知らないことを情報がどんどん入ってくるっていうのね、うんうん、それはねやっぱ村井さんらしい考え方だなと思って、情報を開示することでなんかまずいことも出てくるんだけども、じゃあこうした方がいいですよとかね、実は今、こうな、例えばこう感染症の専門家の人からこうですよとか、プロ野球とか相撲界とかそういういろんなこう他のスポーツ界からなんかまた助言もらったりとか、そういったこうなんかこう自分が知らないことをこうどんどんこう情報を開示することって得られるっていうことにこう舵を切ったっていうところですよね。だから71回もオンライン会見やったっていうのは僕はすごくインタビューしてる中でやっぱりこう非常に腑に落ちたところです、うん、その3なんですけれども、はい、じゃあその3お願いいたします。村井満が J リーグ初の、サポーター出身チェアマンであると。おうおうおう、つまり村井さんってさっきの話も出てきましたけども、J2 時代に浦和サポで、しかも J2 時代にホームアウェイ全部行くような人だったわけですよ、そう、うん、で ACL で最初にチャンピオンになった時に、イランのペルセポリスまで行っちゃうような人なんだけれども、はいはい、セパハンですね、大体と、うん、はい、だそういうビジネスの人であると同時にむちゃくちゃそのサポーター目線でサッカーに接してきた人だからこそ、サポーター目線 の施策っていうかな、いろんなこう決め事っていうものをこう実行できた、やっぱこうサポーター心理っていうところで言うと2ステージ制も絶対あってはいけないことなんだけれども、うん、これはちょっとまあ背に腹が変えない時は仕方ないけども、可能な限り早く、結局2年で終わったもんね、うんうん、っていうことを決断できたので、いや決断の速さは確かにすごいですよね、うん、これ今日裏木チャンネルで多くの浦和サポの方がご覧になるチャンネルだからね、うん、はい、お願いというか提案なんですけども、うん、村井さんは
多分何が一番村井さんにとってそのチェアマンを退任して何を望んでるかっていうと浦和サポに戻ることなんですよ。おお、また浦和のゴール裏で試合が見たいと思う。マジですか、うん、大丈夫かな。なのでもし浦和サイスタにのゴール裏はあの浦和の試合にね、うん、村井さんがこう赤いシャツ着て、うん、赤いレプリカを着て、うん、いる姿を見かけたら、うんうん、なんか受け入れてあげてほしいなと思います。みんな見ないふりをしてチェアマンだと思ってもいやいいんじゃないですか、村井さんこっちで一緒に応援するよって感じで。無理みんな見ないふりをしてで怖いお兄さんとかが来たらちょっとこうガードしてあげる感じでしましょうって感じの方じゃないですか。まあ、程よい距離感からね、程よい距離感、うん、まず始めていくと、うん、でも本当ね、村井さんはそのサポーターからという立場からチェアマンになって、うん、で8年間やあのチェアマン続けて、まあ、いろんなピンチをこう切り抜けてなんとか J リーグの経営の健全化、あとコロナのダメージを最小限にとどめて、うん、で退任していった。で今あのバドミントン協会の会長になりましたけれども、うん、一方でやっぱりこうサッカーのことを忘れた日は一日もないっておっしゃってるんですよ、最近のインタビューで、うん、なので、でたまになんかこうやっぱ無償にスタジアム行きたくなるんだって、うん、この間の、J1 昇格プレーオフ準決勝の、ベルディ対ジェフの試合もなんかチケット買って行ってるらしいんですよ、アジスタン。こっそり、うんうん、あの人ねチケット買っていくんですよちゃんと、うんうん、そんなこのぶら下げないで、うんうん、なので多分そのうち最初に来シーズンぐらいやったら来るんじゃないかと。じゃあ皆さん見つけてもあんまり騒がずでこっそり受け入れましょう。はい、それはお願いしたいと思います、はい、せっかく来ていただきましたの、ね、でもしよければこっちに告知コーナーということで改めて板野チェアマンのご紹介をお願いいたします。はい、はい、これがですね、僕にとって14冊目の本になりまして、ブックライター歴25年の、まあ、ある種の集大成です。で、同時代を生きた書き手としてこれは絶対に避けて通れない、絶対に形に残さなければいけないという覚悟を持って、書き上げた本です。全ての J リーグファン、 J リーグに関わる人と、あと J リーグあんまりよく知らないけれどもなんかこう組織の中で日々頑張ってる人に手に取っていただきたいなと思ってます。はい、あちなみにですね、版元が集英社インターナショナルというところなんですけど、はい大丈夫です、はい、裏木チャンネルに、はい、ちょっと出れるかもしれないっていうお話をしたらですね、あそれがこう決まるかどうかで埼玉県での、出荷の冊数が決まります。本当ですか？いや本当ですよ。それぐらいこれ影響力あるメディアなんですよ。なのでめちゃくちゃ喜んでました。あ、はい、よかったです。今日は仕事がなかったら来たいと言ってました。あ、そうですか。編集者か。ありがとうございます。ありがとうございます。じゃあ最後にユージさん一言お願いいたします。でもこの中でさ、その J リーグの話じゃなくてさ、はい、この村井さんのさ、はい、青春話が書かれたの。そう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 。これがさ、はい、思ったよりやばくてさ。やばいってのはどういう感じでやばいんですか？いや、その早稲田青春、はい、工業会ってところにいた青春の話が書かれるんだよ、はい、こそ早稲田青春工業会ってどういうところなんですか？気分が高揚するの高揚ね。あ、はい、なるほど。早稲田ってちょっとさバンカラのところがあるじゃん、はい、昔の応援団みたいな、はい、ああいう精神を忘れずに持とうみたいな、はい、かなりイカれたところにいたんだよこの人。だからもし学生時代に会ってたら、はい、いや俺たちもっと真面目に生きろお前らっていうような、うん、なんかこんな真面目そうな人なのにそんなとこの人なのっていう。いやそれで、はい、ちょうどね村井さんが大学入った年って1979年なんですよ、うん、で中国が、あ、そうそう、それ書いてあった、開放政策、うん、で、旅行ができるようになったんですね日本から、うん、はい、でじゃあ中国に行って中国を横断しよう、北京からウルムチまでだっていうね。無理じゃないですか。ウルムチってとんでもないところだぞ。ウルムチって、うん、中央アジアの方に行くってことですか？そうだよ。そう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 。行けるんですか当時？いや、それで途中で挫折する。そうですよね。結構歩いたんだね、それでも。村井さんがさ、はい、北京か
からウルムチまでさ学生時代歩こうとしてたっていうのも、うん、なかなか行かれてない。そう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 、確かにですね。でそれが早稲田精神をさ高揚するためだと思ってるっつうのそれ早稲田精神高揚部の 部活動の一環として言ってるんですか。そう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 、うん、いや本当にお前もうちょい真面目に生きろよって今ならさ今なら完全にヤバい YouTuber だよそうですね、そういうことをやる部なんですね、そういうのって、うん、へえ、なんかめちゃめちゃ面白いんだ、先言ってくれよ村井さんと思ったよ俺これ見た時じゃあなんか無理やりまとめるとちゃんと昔から応援する側だったんですね。かもしれないそうか分かんない、はい、いや結構そうなんですよ、今ユージさんがその真面目そうに見えてってことを言ったけれども、うん、意外とこの人なんかはっちゃけてる人なんだよ ねちょっと先言ってくれよって感じでそうですね、今明かされるって、だからなんだったら今度裏チャンネルに来て、うん、もうあんな嫌な話は聞かねえから、うん、ウルチまで歩いて失敗した話してくれねえから そこの話だけ俺そういうの大好きだから、たくさん他に聞きたいことあるのに、いや俺早稲田の探検部の話とか大好きだからさ、はい、俺めちゃめちゃ面白いな。じゃあ最後じゃあ今度村井さんに会った時にちょっとオファー来てますけどどうでしょうかってちょっとさ、さりげなく聞いておきます。じゃあユージさん、じゃあ村井さんに公用部の話お願いしますと、村井さんさりげなく浦和ゴール裏行ってみたをバレずに特殊メイクとかしてゴール裏でバレずに帰ってこれるかをぜひ裏切チャンネルでやらせてくれって言っといてください、はい、じゃあちょっとそう、もしチャンスがあればお願いいたします、はい、今日すみません、宇都宮さんどうもありがとうございました。